TV ナビゲーターのルナです。前回に続けて登場のあかねです。今回は大分駅中央通りに設置されたモザイクアートにちなんでモザイクアートのトリビアです。実際のモザイクアート除幕式の様子は同時配信しているクリップで見てくださいね。モザイクというのはもともとフランス語で、さまざまな色の小さなかけらを寄せ合わせ、それを埋め込んで絵や模様を表す装飾美術の手法なんだよね。小さなかけらって？ガラスや貝殻、木なんかも使うみたい。石とかタイルのかけらも使うんじゃない？知ってるじゃない。ちょっと意地悪してみただけです。意地悪しないでください。可愛いからいじめたくなるんです。可愛さ余ってニックさ100倍。100倍にしないでください。ちょっとだから 2.5 倍くらいです。ニックさはいりませんから。そうすると可愛さもなくなっちゃうけど。モザイクのお話でしょ。そうでした。モザイクは建物の床や壁、花瓶の模様を作ったり、教会の中やモスクの外壁にも使われてる。室内装飾のために古代の世界各地で使用されていたのよね。そう、シュメールで都市文明が開花したウルク期には高温モザイクと呼ばれる円錐形の釘状の彩色土器や石を使って神殿などの建築物の装飾がされていたの。紀元前4世紀に始まって古代ローマの時代にも続くのよね。グレートブリテン島からシチリア地方のドゥラ・エウロポス、北アフリカ一帯と広い範囲でモザイクの床が発掘されてるの。ローマ市では皇帝ネロが建築家たちに命令して黄金球の壁や床を覆わせたりしてるし、豪華なモザイク床は贅沢なローマ時代のヴィラ、別荘ね。それを象徴してる。宗教の目的として使われていたこともあるのよね。4世紀末にキリスト教徒が建築したバシリカね。床や壁の装飾がそのままキリスト教の目的のために利用されたの。宗教といえば確かイスラム建築でもモザイクが使われているんだっけ。そう、でもイスラム教は絵を描いちゃいけないから複雑な幾何学模様アラベスクを作るために使われてる。中国から伝わった釉薬で彩ったスタイルを使って、モロッコなど北アフリカではゼッリーシュ、イランなどの中東ではカーシャーニーとかカーシーって呼ばれる手法で仕上げてたみたい。2つの手法の違いはあまりないみたいだけど、その幾何学模様を使ったモザイクの代表的なものがイベリア半島のアルハンブラ宮殿にあります。宮殿って言われてるけど砦みたいになってて、住宅、官庁、軍隊、厩舎、モスクはもちろん学校や薬場、墓地やお庭まであったところよね。8世紀にイスラム教徒がイベリア半島全域を領土にして、その最後の王国だったナスル朝の時代に60年かけて完成されたのがアルハンブラ宮殿。キリスト教徒が奪還した後も改築してそのまま国王の別荘になってたのよね。スペインの芸術にイスラム的要素が多く残っていることの象徴のような宮殿なの。ガウディの作品もだいぶ影響を受けてるわよね。タイルを使って模様を作ってるとこなんかがね。ということでモザイクに戻りましょう。幾何学模様って作ってる途中で間違えちゃいそうだし設計も大変そう。でも模様が複雑だし間違っててもバレないかも。ちゃんと計算して作ってあるから分かります。知ってます、ちょっと行ってみただけです。平面を覆うときに様々な形をしたタイルをどのように並べるのが一番いい方法かというのは複雑な数学の問題になっているの。平面重点とかタイル張りって言われてるのよね。数学者ロジャー・ペンローズはこの問題に取り組み、ペンローズタイルという平面重点を考案してるわ。数学さえ得意なら作れるのかな。興味があるならルナちゃんも作ってみたら。数学苦手なんで無理です。モザイクの技法は主に3つあるの。文法みたいな名前だったはず。直接技法、間接技法、二重間接技法ね。直接和法、間接和法はあるけど二重間接和法は和法じゃなくて技法。直接技法はかけらを1個ずつモザイクで覆う面に直接貼り付ける技法。間接技法は模様を何度も反復するような大きなものを作るとき、幾何学模様を作るとき使う技法。粘着性の紙にかけらを上下逆さまに置いて貼りたいものに写すの。二重間接技法は完成した時の姿を制作途中に確認しながら作業を進めたい時によく使われる技法で、粘着性の紙やプラスチックの上に表面を上にして貼るの。こうすると設置した時の見え方が確認できるでしょ。そしてモザイクが完成したら同じかけらを上からかぶせて下敷きを外せば完成。間接技法と二重間接技法は両方とも部分ごとに作れるから、大きなものでも小分けにして作って運ぶ時も比較的簡単なのよね。直接技法は出来上がるプロセスを管理しながら作ることができるから、壁画なんかの絵画的表現に向いている技法なの。
壁の前で直接作業しなきゃいけないから大規模なものには向いてないけどね。今の直接技法は二重直接技法って言われてるんだよね。そう、こっちはガラス繊維でできたメッシュにモザイクを直接貼っていく技法で、メッシュごとモザイクを飾る予定の面に移すの。メッシュは運搬の時一旦小さく切って後で貼り合わせるから、大きなものや時間がかかるものも作れるようになったの。先輩たちが夏にフィレンツェに行った時にモザイク職人の工房を訪ねたって言ってたけど、フィレンツェのモザイクは絵画の色がくすんでしまうのを防ぐ技法として発展したみたい。最適な色の石を見つけるところから始める職人さんたちの数もだいぶ減ってるみたいよね。その辺のところは今度クリップにまとめるみたいだから、そっちをお楽しみに。フィレンツェといえばヴィーナスの誕生で有名なボッツテリがずっと住んでたところよね。それは12月20日にイーチコートの泉ホールで上演されるサンドロ、ボッチェリとフィレンツェをご覧いただければわかります。会場午後6時、開演6時半で入場無料、音楽家の生演奏も楽しめます。無事に宣伝も終えたところで今回はここまで。ルナちゃんが暗殺されるまでもう1ヶ月を切りました。どういう引っ張り方ですか。それでは皆さん、ごきげんよう。